こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はリクエストいただいたとマルティナさんの作り目をフランス式バージョンでワーみたいにこう作ってみたいと思います。いつもマルティナさんの作り目を私はアメリカ式でしてしまっているのであまり得意ではないのですがねじれないようにする工夫なども合わせてできたらなと思います。今日使うのは湯沢屋さんの アルパカミックスロールのこのセーターを編んだ時の余りですちょっと見えやすいように2本取りでしてみたいと思います針はえっと6号針ニットプロさんの1 2 0センチだったかなの輪針を使っていきたいと思いますで、えっと、40目作ってあ20目作って20目作るのを輪にしていきたいと思います それでは最初にスリップノットを作ります。糸端が手前で糸が奥にしてこんな風に持って下から上にくるっとして中から手を出してこんな風に1目作ります。でここに針を2本。 入れますでここにかけ時にこの糸端をちょっとこっちで押さえていけるようにしてちょっともうちっちゃくします。でこの2つの間から2つの針の間から奥の目をこう持ってきて押します。 でフランス式だと緩くなっあきつくなっちゃうので結構引き出してこうしてくださいと向きはこの下の方から針を入れる感じですもう一回しますこの間からこの輪っかの間から目を持ってきて結構グッと引き出して下からかぶせるで私はここ 離れ,れないので指がなのでこうしてこう外れないようにしようかなとそしたらちょっとやりやすかったですグッと引き出しちょっとあれかなグッと引き出して私はこれでレックオーマーを編もうと思っていますが 靴下の履き口など緩い方がいいと思うので、こう結構グッと引き出して編んでいくといいと思います。で、20目作ります。1周40目なのでその半分20目をまず作ります。20目作ってきました。で、次からは。 次こう、こうした状態で、ちょっとマーカーをこうつけておいて、ここまでで20目だよという感じにします。でここは今21目目で、またここからこれも入れて21目、1個多く作ります。で、輪にします。こんな感じでぐっと引き出して、ここに。 入れるみたいなちょっとあんまり慣れてないのであれなんですが <laughs> こんな風に中からこう引き出してこうしています21目作ってきます21目作ってきましたマルティナさんの作り目のいいところは例えば22目間違って作っちゃっても ここを外すとこう元に戻ってくれるところです。で、これを輪にしてくっつけたいと思います。とくっつける時にとある工夫をして、ここにあまり段差がつかないようにしたいと思います。ただこう編んでも輪になると思うんですけど、ここがどうしてもね、カッこう2つこう割れてるような感じ、2段目からくっついてるような感じになるので、 それをちょっとこの一目多く作ったので工夫したいと思います。まずはこれを折ります。こう2つにこうパカーンってします。<laughs> えっとマーカーをこうずらしていってマーカーのところがコードにくるようにしてでもっとこっちに引っ張ってもいいけどこう持ってマーカーをピーって引っ張ります。そうすると こんな風にパカンと2つにあっちとこっちに行きます。でコードを引っ張って針と針が同じ向きというか隣同士になるまでにしてこのあとですよねねじれないようにするにはどうすればいいかということですよね。とちゃんと写ってるかなこの 芋虫みたいなの、この足の部分、作り目をした部分が全部下に来るようにします。例えば、こうなってたりしてくっつけちゃって、どんどんメビウスって言って、どんどんこう狭くなっていくっていうことですよね。メビウスの輪みたいにね。なので、今だったら何だろう。カタカナのこうみたいな風になってますよね。それをこう下にこう持っていきます。で、 糸だと思うんですよね多分この針と針の間から糸を向こうに持っていくようにしておきますこれがこうくるっとなったりしてねじれる可能性があるんじゃないかなとも思ったりもしますこんな感じですこれだけちょっと上に来てますけどでこうそのまんまこうして全部こっちにいますよね芋虫の足みたいなとこがね で、この目を、一個だけ、ちょっと怖い時にはかぎ針でこう取った方がいいと思います。これだけ、マルティナーさんの作り目したから、いくらでも大きくなるんですね。で、こう大きくして、ここに持ってきます。そして、手前の目の、あ、針の、一目目と二目目の間に入れたいんですよ。 で手ですると怖い場合にはこの奥の針をピッと持ってきてこの一目目をこんな風にバッテンにしてこれだったら絶対外れないのでこうします。一目だけここ押さえててくださいね。二目目。で、さっき通したものをこうしてまた元に戻します。そして糸をこの針と針の 上からこうういってると思うのでこうしますでこの1目目まだ編んでないのでこれを編みます。で私はちょっと2目細編みをしますがあフランス式でいくんでしたねもう一回やりますね。えっ、ー、とフランス式でも同じです。針あ糸の出す場所は一緒です。表裏 裏みたいにしていきますで一、最後の一目がここの下にこれだと思うんですけどキュッとしているので段差にあまりならないという感じですちょっと一周編んでここまで来たいと思いますここの端っこを編んでいきます 手前の針が終わりましたでひっくり返した時に例えばねじれてるっていうのはちょっとわざとねじってみるとこんな風にあなってるよっていう時があるとあちゃんと写ってませんでしたねこんな風にちょっとわざとねじってみますねこう,こうなってるのをこうして。 こんな風になってたりしてこの足みたいな部分が手前に来てるよってなったらここでこう戻して編めばいいとも思うし最後までいってもやっぱりここにこう目がくるっとなってる時はここの端っこで元に戻すといいと思います。あとマルティナさんの作り目でこうやっていて一目編んでて一目多いなって気がついたらと ここを1個外してしまって隣から編めばいいと思うし1個足りない作ったのに足りないっていう時には多分この鎖編みみたいなの上の目を取れば取ってこうすれば向きも間違えずにこう取ってしまって編んでもおかしくはないと思うんですけどと輪の右側の目が手前に来た方が ねじらはってないので、それを元に戻しながらこう編むといいと思います。そこがねマルティナさんの作り目のいいところです。多かったら1個外して、でそこに放っておいて編む。えっと少なかったら下にあるものをこう鎖編みの上の部分をこう拾う。もし それもないよという場合にはなんかどっかで編み出し真面目でもしすれば数が合うんだと思います。あれ、持って持って裏でしたね。裏、裏、持って持って。私も結構大きいものとかスヌードとかこう編むときにねじ ねじれてるじゃないって一周編んでから気がついて、うわぁ、また作り目と一段目を編み直すんだって、すごくショックを受けたことが何回もあったので、えっ、ー、と、いくらでもねじれててもごまかしようがあると思います。で、ここの時になんかこの作り目がこうなってて、うわ、変になってるとかって思ったら、今度こっちにこうぐるっと回して編み直せばいいと思います。こうなってたら、 こう直して、で、次つなげれば、ここは実はネジ、間違ってたからネジ入れてると思いますが、別にくっつけばそんなに変ではないと思います。ちょっとここキュッとしてるかなぐらいになると思うので、ぜひチャレンジしてほしいなと思います。ちょっと見えづらい糸だったかもしれませんが、えっ、ー、と、輪に作る作り方はこんな感じです。えっ、ー、と、もう一個、同時編み。 もう一個作らなきゃいけないですよね。でもその作り方はまた他の動画であのアメリカ式なんですが載せておきたいと思います。概要欄の方に載せておきたいと思います。でもその仕組みがめんどくさい場合にはもう一個、もう一個の針で作って何段か編んでから一緒にくっつけて編むと長さも揃えれるし同時に終わって楽ということになります。輪を作るのにこうとこう こう作るのが結構めんどくさかったり頭を使ったりするので最初はそういうのっていくらでも省いた方がいいと思うんですよね。でこんな風に作っています。ちょっとこれでもわかりづらかったかもしれないのでもしあれだったらここがわかんないよっていうのとかをコメントいただけたらまた動画を作るネタになるのでどうぞ気がねなくおっしゃってください。では、えー、とレッグウォーマーを 編んでみたいいと思いますあなんか若干ねじれてるようでもあるんですけど <laughs> ここもどうなるか見ていただけたらなと思いますレッグオンは完成しましたちょっと短くなっちゃったけどえっ、ー、と20目でスタートしたんですが20目20目でスタートしたんですがで2本取りででここがキュッとなるように1本だったらふわーってなっちゃうかなと思って で、レッグをまあ、下に落ちちゃうかなと思って、2本取りにして、えっ、ー、と、で、ここら辺で、えー、2目終わったら1目増やすみたいな感じで、20から30目にしました。そして、前回、同じ毛糸でセーターを編んだんですが、この、この葉模様が、こっちからこっちで逆だったので、こうするようにして、上からこう編んでみました。ちょっと広げてみますね。こんな感じで。 でこのこの模様をギリギリまで繰り返して伸びる伏せ止めにして糸を使い切りました結構伸びるんですよこれキュッてしてくれてるけどこの柄がだけど履くと伸びるのでえっ、ー、とパンツの上からでもこう履けるしブーツにこうパフッとこうかけてこ,うこの柄を見せたりしながら <laughs> 履きたいなと思います えとこのアルパカの部分がふわふわしてて結構空気を含んでくれて薄くてもあったかいですでもねこれチクチクする人もいると思うのでちょっとアームウォーマーだったら向いてないなと思ってレックウォーマーにしました短く仕上がっちゃったけどでもこのセーターとでこのブーツにこうやって履いて歩きたいなと思いますということで今日は 和の作り目フランス式バージョンでした最後までご覧くださりどうもありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう